あうめえ絶対うまいこれはおかずにこれは絶賛払い立ちでございます。今日はですね、はい、はい、僕が一週間企画が継承する番でございます。おーやる人から発表します。はい、翔太くん。翔太翔太順番順番逃げ出してよ。翔太くんにやってもらう3日間企画はヨーグルト投げ生活。ヨーグルト絶対腹壊れる。100個ある。でもちゃんと一石二鳥な理由がありまして、ダイエット企画を裏でやってますね。はい、やってます。そうだってね。で、ちょうど残り3日4日なんですよ、この人。はい、そうだね。だからより排便を良くして、あー、お通路ね。そう、より痩せれるし、ちょっとデータも取れるっていう。あ、なるほど。めっちゃ優しいじゃん。え、最高やん。気になってもらってる。すごい。あれ嫌がってんの、謝れてる。佐藤、1ヶ月やれよ、お前。よろしく。よろしく。やるしかないんで。もまあ、服ありで測りまーす。さあ80.9。 前だってラーメン食って85だったでしょその後痩せて82になって、今ちょっと徐々にこう来てるんですよ。こんなヨーグルト倒しています1日に。やばいでしょこの量。心配されるよ多分。その本当に腹壊しますよって言われ止められそうだもん。薬局でしょだって。すごい。すごい。なんですかこれは。本当にヨーグルトに溺れそうだこれ。ヨーグルトにこれね。結構俺朝お世話になってた。結構新品ってことを証明したいんで。はい、いいでしょ別にそれ。はい、いやいやいや。じゃあいただきます。おー、食った。懐かしい。ザ・ヨーグルト俺の中で。学生時代やっぱこれね。そう、朝ね定番なんですよこれ食うのが、時間ない時。マスには入りきらんば飛ばせのダメ終了ごめん遊ばせ。チェイサーとして R1。 うわー、やっぱ当たり前だけど白いね。じゃあラスト一口いただきます。はい、1日目の2食目でございます。今回ブルガリアを攻めていこうかなと思います。飲むと食べるやつ。巻き場の朝と比べたらもう甘さなんか一個もねえ。分かった、あ、分かった、俺作戦考えた。あ、おいしい。食っちゃって、飲んじゃって、吐いちゃって。食っちゃって、飲んじゃって、吐いちゃって。食っちゃって、飲んじゃって、吐いちゃって。吐いちゃって、飲んじゃって。うん、これ全部いくでしょ。全部はやばいってこと。だって何個あると思ってんだお前な。あ、くっさ。量多めに食べようと思って2つご用意しておりますので、こちら6個とこちら飲んでいきたいと思います。昨日も話したんですけど、思い出の味ですねこれ。高校時代とか2年半寮行って、で野球部引退した後実家マスには入りきらんば飛ばせのダメ終了ごめん遊ばせ。1個目、完食でございます。でもなんかヨーグルト好きじゃないメンバー多いんだよなんか。でもなんすかね、寂しいね。一人で喋りながらヨーグルトを食うっていうね。早くいい人を見つけて。マスには入りきらんば飛ばせのダメ終了ごめん遊ばせ。講師揃った俺ら G と9万ホール狙いうちのビーやってこうならばそう。お腹の方なんですけど、まああんまりね汚い話なんで言いたくないんですけど、やってます。6個食いました。明治ブルガリアヨーグルトということですね。ブルガリアをぶち込んでやろうと思います。球場で。翔太さーん。あ、お疲れ。夏の壁当て疲れてたじゃん。今日個人練習したんで。恒例のこちらです。普通にスポドリ伸ばすやん、もうこういう時は。水分取らないから。うまそうじゃん。口に張り付くんだけど、ドロッドロでやばいでしょ。頑張ります。練習も頑張ります。今日食べていくのはまずこちら、ザク盛りフルーツヨーグルト、ナタデココ入り。いかにも健康ですよみたいなヨーグルト。北海道豊富飲むヨーグルト、いちご味。ナタデココね、言いづらくねな、早口言葉になるね。ザク盛りフルーツヨーグルト、ナタデココ、脂肪 0%、 113キロカロリー。皆さんも言ってみましょうか。ザクモリフルーツ。まずはまあ飲み物からいきましょうかね。1杯目いきまーす。いただきます。
あ、うめえ。ハイチュウのストロベリーと全く同じ味する、これ。いや、これ、チラですね。あ、うめえ。めっちゃもう何回見て申し訳ないけど、マジフルーティー。すごい。うん、最終日なんで今日は残りも頑張っていきたいと思います。じゃじゃーん、じゃじゃーん、ファイティーン、ファイティーン。今からご飯を食べようと思います。美味しそう。さつきさんのね、直伝で、はい、マヨネーズカルビ丼がうますぎるという話がありました。何、はい、さつきってなんかこういうの見つけるの超得意じゃない？まあ確かにめっちゃ得意だよね。なんか松屋でもなんかあるでしょ。あーある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 。どうなってんだお前。ヨーグルト生活だー。ヨーグルトしか食べてないってこと？ヨーグルトしか食べてません。はい、もちろんでございます。排便？排便は激便？激便です、激便です、激便です。これ全部分？これ全部分。一食分これなの？だから合わんねえもんね。そう、だから流れちゃう。だから激便なの。いただきます。はい。甘くね。いただきまーす。あ、来た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 。絶対うまい。これおかずに。これ全然味合ってない。アンバランス。飽きないのまだ。飽きるよ正直。じゃあさ、これ入れればいいじゃん。ああいいいいじゃん。フルーチェみたいな。おお、さすがデブ。結果味の薄まった飲むヨーグルトないけど。あ、でも色いいじゃん。いいじゃん、いい感じじゃん。ああ、絶対そうじゃない。やばい、気持ち。いやだから味の薄まったこれになるだけだよ。でもちょっと補食できるもんね。そうそうだね。あ、なるほどね。食感ありの味付きバージョンで。うん、絶対うまいっすよ。ほぼ影響ないから。うめえ。え、うめえぞこれ。なんか水っぽいね。あー、確かにプルンプルン。ちょっと食べる。箸で食べる。箸でいい感じでね。うん。うわあ、でもなんかクソなんか。ただ俺食べてねえんだ。まだ体にいい感がね。あー、クソ。バカじゃん。粘りが、粘りすごい。すごいぞ。ほらパッと見ね、うまそうだけどね。じゃあいただきます。何の味もしない。クソ。はい、ということで、ちょっとね、変なアングルから撮ってるんですけど、ただいま絶賛腹痛中でございます。はい、今ね、トイレで撮ってます。すいませんね、今聞こえたかな。腹めっちゃもうギュルギュルなんですよ。めっちゃもうかれこれでもうね、トイレに5分10分はもういるんですよ。ずっと腹痛くて、とりあえずね、もうこの腹痛と戦ってなんとかやるしかないんで、応援してください。終わりました、ありがとうございます。何が終わった？ヨーグルトの決戦じゃん。お腹が絶賛やばいですもん。やっぱギルギルな。ああ、やっぱギル。ギル期間中に生まれた言葉があって、激便。ああ、なんか言ってたわ。生まれてたね。そう、快便、激便、爆便っていう三段階。爆便。今絶賛爆便中です。最初に言ってんの。あ、今がそれなんだ。もう今。痛みなの。キルキル、キルキル系。そう、キルキルとこのグッ、なんかこの言葉で言い表せられない。わかるよ、わかるよ。ってなつ。すごい。このやつお腹痛くなるからわかる。結局1位はない。1位は。マキバナーさん。あ、変わらず初日から答えは出てましたもん。ああ、そう、体に馴染んでる。腹満たされるね、やっぱヨーグルト。結構お腹いっぱいになるよ。普通にずっしりくるから、お腹いっぱいになって普通に苦しくなるし、お腹も痛くなるから、ダブルパンチなんよね、あれやって。ダブルパンチね。だから見た目以上にかなりきつい、これは。俺3日でよかったと思った。1週間やらされたら多分ね、もうお亡くなりになってる。無理なんだ。痩せたお前。あ、そうだ、体重計乗った。体重計はこれから。なるぞこれ。うわー、ちょっとマジウケるよな。そんなまさかね。あ、ちょっとしか痩せてねえ。何キロ？ 79.7。 おお、いや、まあまあ痩せたっちゃ痩せたけど。でも70ぐらいいったじゃん。マイナス1ぐらいじゃない。でも考えて3日で、たかが。もう確かに3日で1って結構でかい。ビビったらあれでしたけど、痩せることはできましたと。まあまあ、はい、すごいよ。ヨーグルト素晴らしいね。しかもこいつ減量生活のもう本当の終わりの感じだから、ラスビとかだから、この絞ってる最終局面で今落ちてる。はい、確かにね。そっからさらに1キロ落ちる。お、すげえ。ありがたいことです。ヨーグルトいいね。次何なのかな。お楽しみにしてください。はい、頑張ったと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次の1週間、味覚生活でお会いしましょう。バイビー。バイビー。
夢の走り。